取りつつやっていこうと思っているんです。あ、シェーディング。これも動画にしたいから後でメイクしよう。とりあえずアイメイク。アイメイクしていきまーす。ゴーゴー。あと眉毛。眉毛ね、そうね、眉毛も動画にしたいね。くそー、悔しい、悔しい。TikTok の撮影ってどのくらいの時間かかるの？え、なんかその撮りたいものによって全然違います。15秒でパッて撮れるものもあるし、なんか結構時間をかけて撮ってるものもあるし、でもまあだいたい1本1時間くらいかな。でもその後の編集がめっちゃ時間かかります。とりあえず眉毛、眉マスカラは動画にしたいから眉毛だけ体をのせといて、ちょっとこっちでゴソゴソしに、この筆とかがなくなる現象やめたいんだけどな、やめたいんだけどなやめたいんだけどな。どういうことか。とりあえず今日なんかいっぱい撮れるだけメイクの動画撮りたいなと思っております。ただ時間がねそんなにいっぱいあるわけではないから、急ぎつつメイクしていく。みんなお昼時かな、お昼帯だよね。ヘアピンかわいい。でもこのヘアピン一生使ってるよねそのなんか同じものをずっと使っちゃうね。物持ちがいいといえばいいんだけど、はい、今日は仕事休みです。いいね、仕事休みか。なんかこのアイシャドウ、この今のピンクのアイシャドウ、筆じゃなくて指の方がいいのかな。いやーでも今日はね、今日はしっかりメイクをしていくので、はい、かなり気合の入ったメイクをしていきたいと思いますイタリアのカレー食べに行ったのね。はい、みえさんのカレー食べに行きました。めっちゃ美味しかった。そう、稽古終わりだったからすっごいお腹も空いてて、もうすぐペロッと食べちゃいました。楽しかったな。なんかリアさんのカレーが美味しかったのはもちろんなんですけど、アイニャにも久しぶりに会ったし、ユナコも久しぶりに会ったし、まあ言っても1ヶ月2ヶ月ぶりだけど、さあなんかメンバーとも一緒にいれる時間になったので、それがすごい嬉しかった。楽しかった。あとのゆちゃんはめっちゃ久しぶりに会いました。私のえぴめっちゃ元気だった。あのアクスタ素敵だねって、うん、なんかねアクスタ使っていいよってそうで、リエさんの結婚式の時に作られてたあのヒデさんとお二人のアクスタは注文しました普通になので今度お家に飾ります、もらったらはい
仕事行きます。いってらっしゃい。ノエピーよく旅行に行ってるイメージ。確かに、なんかいろんなとこ行ってるよね。でもなんか、お仕事でも行ってるし、普通にプライベートでも行ってるみたい。いろんなところ行ってていいよね。いろんなアイシャドウを混ぜて使うと思います。レッドパレット。いろいろ持ってきた。とりあえずメイクしていきたいと思います。すみませんね。なんかコメント今日いっぱい読めなくてごめんなさい。退勤したので寝ます。お疲れ様です。退勤。こことここまでやる。お、すごい。涙袋なんかめっちゃできてる。見てください。びっくりした。いきなり涙袋。バコーンってびっくりした。だってこっちとさ全然違うやんけ。すごい。私に涙袋ができるなんてすごいわね。バコーンってできてびっくりしちゃった。あら、そう。でもなんか今日全体的に涙袋あるかも。もともと多分寝不足なんだろうな。これは日向豆知識なんですけど、私に涙袋がめちゃくちゃ出現してる時は寝不足です。え、怖い。なんか めちゃくちゃ涙袋あるんですけど、6月で一番ある。え、これメイクのせいもあるのかな。今アイシャドウのせたからこんなぷっくりに見えてんのかな。え、目でかーい。いや、自分の目だろうがいっていう話なんですけど、はい、この豆知識知っておくと私が体調いいか悪いかすぐすぐ判断できますよ皆さん。そう、今日は日向祭りが放送されるね。そうなんですよ。今週の日向祭りは土曜夜18時ではなく、はい、ちょっと普遍的な変則的な時間に放送されます。うん、なんかここじゃなかったかも、こんな色のせる。まあいいということにしておきましょう。じゃあこんなに涙袋できてるならさ、もう変にさ余計に上に足さない方がいいかな。うん、まあ一応もうちょっとなんか、このあとお仕事してたらなんか涙袋なくなってきたみたいなこともありそうだしね。一応そうなったとしてもいいように最大限の涙袋メイクをしていきたいと思います。今日はねちょっとねドキドキするから、今日はちょっとドキドキするから、今日会うすべての人に可愛いって思ってもらいたいので私は、はい、今日会うすべての人に可愛いって思ってもらうために今メイクしてます。ホワイトってことはここにもちょっと入れたいな。こっちにね。
いいですよ、いいですよ。ね、目の上ちょっとキラキラさせとこう。さりげなく。もうちょっとラメ感足してみたいと。おお、いいよ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 。調子いいんじゃないかな。いいと思う。すごく。いやー難しいな。この涙袋がめちゃくちゃある時の涙袋の線描くの難しいな。ちょっと狭めにしとくか。ああ右ちょっと失敗だったかも。ああでもまあ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 ここで見たらねいいか。ここで見た分にはちょっといい感じなので、画面と鏡と両方で確認させていただいております。ありがとうございます。うん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 、オッケー。今日はね、午前中にあの眼科に行けたおかげで、はい、すごく有意義な午前中を過ごさせていただいております。マッチって頑張ったね。本当に今日もう起きれないかと思ったんですけど、本当に今日も起きれないかと思ったんですけど頑張りました。よかったです。ドライアイどう？最悪です。そうなんだよ、なんかドライアイがすごい速度で加速しちゃって、もう困ったなんですけど、多分去年も今くらいの時期にドライアイだったのかな。なんかいつ眼科最後に行ったのか忘れたけど、そううちにドライアイの目薬があったということは去年どこかのタイミングで眼科に行ってるはずなんだよ、ね、ドライアイで。蒸気でホットアイマスク使ってみた。そうだね、なんか温めるのがいいらしいみたいな聞いたからするか。蒸気でホットアイマスクね。それでもなんかホットアイマスクがあんまり得意ではなくて、まあ、なんでかっていうと、なんかそのまんまなんか暖かくて気持ちいいから寝ちゃうじゃないですか。でなんか起きたらなんか二重がね変になっちゃう時があって、朝起きたらそうなんか奥舞台になったりとかしてる時があって、それが嫌なのであんまり得意ではないんですよ。まつげやっていく。最近まつげ全然モリモリにしてなかったけど今日はモリモリにしますよ私は。今日はモリモリでやってやります。女性はメイクするからドライアイになりやすいんだ。あー確かにね、アイメイクもね原因になるって言いますよね。そう、あとまあカラコンやろな普通に。一瞬不乱ではい、メイクをしております。すみません、メイクの方を進めさせていただいております。ありがとうございます。ちょっとまつげだけ気合いいるので、まつげは気合が命なのでちょっと黙りこくるかもしれないんですけど、コメント欄で応援してください。はあ、難しい。この目の内側のまつげを綺麗に塗るのが本当に最難関でやばいんですよ。あ、映ってないね
映ってないね。私の口が半開きなところしか映ってない。このまつげの先の方をこうちゃんと塗ってあげると一本一本がね、なんかちゃんと毛ですよって感じになってくれていいんですよ。ディリーン、ディリーン、おー毛ですよって漏れてきたね、漏れてきたよね。私は左のまつげを塗るのがめちゃくちゃ下手くそなので、ただ左から塗った方がいいんだろうな本当は。そのアイラインこの後引くんですけど、アイラインもそう右利きだからなんかね左めっちゃ描きづらくて、だから得意じゃない方からメイクしていくとなんか逆に右はやりやすいから、なんか左に合わせられるっていうことが分かったね。ちょっと利き手とは逆の方向で、塗ってみますよと。あと、あら、ここのまつげさっき切っちゃったかな。なんかすごく短い。この端っこの、端っこのまつげがなんだかすごく短い。頑張ってさ、頑張ってさ、ずっとさ伸ばしてたのにさ、今日に限って、だからさっき切ったんだろうな。ちょっとだろうな。これよくやっちゃうんですよね。またまつげ生やそうと思います。めっちゃショック、普通に普通にめっちゃショックだからつけまつげを。でなんか最近 YouTube 見て学んだのは、黒目の下だけにこの下まつげはマスカラを塗るっていうのが新定番らしいので、ここだけ。塗っていきます。下まつげ塗るときもすごいすごい黙っちゃいますよね。下まつげ、下まぶたにつけたくないから。こんなもんでいかがだろうか。いい感じのデカめなんじゃない。溶かして整えやす。マジでまつげ切れるのショック。もうちょっとつけようかな左。汚くならない程度にね。ショックかも、ショックかもっていうかショックなんですけど、まつげが切れて短くなってるの。
こんなもんでいかがだろうか。いいよね。今日は昔から好きな人に会えるので、ちょっと気合入ってるんですよ。もう昔から好きで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 たまらない人に会えるので、普通にお仕事でなんですけど、好きで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 もうたまらない人にお会いできるので、気合入ってます。まだ大丈夫。TikTok の動画を撮れるかっていうと、そんな時間があるのかっていう。話になってくるんだよね。キャー、ドキドキする。あー、垂れさせすぎたか。そんなことないって信じたいよね。逆にむしろここで止めておいた方がいい気がするよね。うん、オッケー。あとは眉マスカラして唇塗って、唇だけ塗っとこうかな。これリップのリップ袋ない、ここら辺。あったあったあった。うん、キラもつけて、いいと思う。私こんな、今日はこんな顔面でいいと思う。まだ完成してないけどね。よし、オッケー。というわけで配信はここまで。配信はここまで。それではランキング読みますね。13位リーダーさん、12位茨城のゆうきさん、11位バンブーさん、10位カメアツサニーさん、9位かけしさん、8位はるくん、7位井上よしひろさん、6位しもじゅんさん、5位ゆずきちさん、4位しゅんさん、3位黒色のデメキンアツサニーさん、2位ゆうきさん、1位さとよしさん。ありがとうございます。見てくださってありがとうございます。じゃあ今日も頑張ってまいります。はい、みんなのおかげで楽しくメイクができました。それではまた、ありがとう。じゃあねー。